カワポンです。お久しぶりです。中央大学の個別学部入試、河合塾の、復活現在の偏差値になります。なお、カワポン指導1を購入いただいた皆様には、この情報も間もなく追加無料配信させていただきます。さて、中央の個別学部入試は、特殊なところを除けば、全部で、39学科になります。前回の国家庁よりもワンランクダウンしたところを、赤枠にしています。なんと、11の学科で、ダウンしていました。偏差値だけで判断すれば、法学部は、法律学科と、その他の2学科で、2ランクの差が出ています。あと気になるのは、総合政策、国際経営、国際情報になります。この3つの学部は、英語と現代文で受験ができます。受験のハードルが低いですので、もう少し偏差値は高くても良さそうなのですが、すべて、ワンランクダウンとなりました。なお、青枠は、ワンランクアップのところになります。小学部で一つ該当がありました。参考にしてください。